ブレスト聖書、グダンスク聖書、ヤクブブイエク聖書、ポーランド語訳聖書によって翻訳された1593年のヤクブブイエク聖書へ続き、この聖書が16世紀から20世紀中頃まで長らくポーランドカトリック教会で使われてきた。今日カトリック教会で一番使われているのは1965年のミレニアム聖書で、これはポーランドへのキリスト伝来2000年を記して、 名付けられた。プロテスタントは、グダンスク聖書に変えて、1975年の現代、ポーランド語訳、ワルシャワ聖書を使っている。ありがとうございます。